20代、僕たちに月曜日は来るのか。どうも。どうも。第164回奔走20代始まりました。奔走、はいはい、機材トラブルでだいぶ遅くなってしまい申し訳ございません。はい、はい、で今日の服のテーマです。はい、今日の服のテーマ、僕はクラブ帰りです。あ、そうです。めっちゃ女の人いますけど、うん、これ奔走ガールということで。奔走ガールたくさんいますね。はい、私はもう保守派です。保守派、保守派の春。保守派の春、はい。保守、もう何も攻めない。何も攻めない、守る、守るっていう感じです。まあ確かに春はね、攻めっ気がある男が多いから。いやいや、もう守る。はい、はいはい、じゃあ今日ゲストを紹介いたします。はい、はい、ではどうぞ。どうぞ。今ついてないです。くるくる。つけた方がいいですか。大丈夫です、こっちです。すみません。何喋ってるの。はじめまして、国岡です。はい。本名何でもいい、もう伝えたい名前で。あ、今井ゆうきです。今井さんです、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ座りましょう。はい、座りましょう。バタバタですね。バタバタです。大丈夫です。これ、おマイクをつけましょう。マイクをまあつけてて。はい、まあ1時間遅れてしまいましたの で、 そうです、ね、まあ、なんかすごい手短に行きたいと思います。まず奔走20代って何ぞやって話なんですけど、まあ、20代の今を映す番組でして、まあなんか最近の若者はどうだこうだって言われますけど、まあその実はね、僕らも僕らなりに考えてんだぞっていうことが、はい、まあ分かれば分かっていただけたらいいなって思っています。でそれでこいつがでかいんですよ。それで、まあ、意見ある人とかはぜひどしどしいただければと思っております。こいつをどかします。はいはい、はい、で、ツイッターの方などもやっておりまして、であとメールとかもありますので、そのそちらの方に、こちらですね、今出てます。honsou@democratv honsou@dmcr.tv ですね。ツイッターの方もやっております。ツイッターの方はアットマークで奔走20です。 honsou20 ですね。で奔走トークの方のアンケートも今やっておりますので、ぜひ投票お願いします。で奔走トークとは何かっていう話もはい、したいと思います、はい、で今日のお品書きです。今日のお品書き、まず自分にタイトルをつけてくださいっていうゲストの紹介のコーナーと、でそれで、奔走わらしべですね。奔走わらしべっていうのはわらしべ長者みたいな感じで、こう、はい、ゲスト同士で交流して、このプライまあ、プレゼントを交換していく、つないでいくみたいな、つないでいくみたいな、はい、感じですね。はい、でそれで、続いて、世界を良くするグッドメニューですね。これはまあなんか僕たちは辛くて悲しい日があるけど、でもそれでこれを食べれば僕は元気でいられるんだみたいなものがあったら、それを教えていただくと、はい、で今日はベジータが、はい、持ってきました、はい、杉山の代打のベジータです。はい、いつも相変わらず青いです。よろしくお願いします。でその後奔走トークをやっておしまいという流れになります。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。で、まず奔走トークのお題ですか。はい、ね、お題が、はい、そうですね、出ますでしょうか。こちらになってます。はい、はい、4つですね。煩わしさからの解放。はい、これどなたですか。はい、はい、そうですね、皆さんがこう日々煩わしいと思っていることと、まあ、それが解消できたのであれば、そういうやり方みたいなところを教えてほしいなと思っています。なるほど。自分が本当に食べられないものの話。これ青井さん。これ僕ですね。いや、なんかそう、僕がっていうわけではなくて、人の食べられない食べ物ってそれなりの強い理由があるじゃないですか。そうですね、ルーツが何かあって。大好きって大好きってだけだから、味大好きみたいなことだけだから、単純にそのね、そこの根底の理由、そう、根底の理由を聞きたい、言いたいってやつですね。はい、
一人でご飯を楽しく食べる方法。私です。今井さん、はい、一人でご飯食べるのがすっごい苦手で、なんか楽しく食べる方法ご存知だったらちょっとご教授願いたい。自分にやるわけじゃなくてご教授願いたい。なるほど、はい、専業主婦についてどう思いますか。なんか私高校生の頃すっごい専業主婦になりたいって思ってて、でもなんか大学生になってきても変わったんですけど、なんかいけないみたいな風潮あるじゃないですか。あ、よくない、そう働かなきゃみたいな、たいい、うん、諸説、はい、うん、なるほど、どうなんですかね。どうなんで話しますか。後でしたい。はい、後でします。はい、ツイッターの方でアンケートをしてますので、ぜひよろしくお願いいたしますと。お願いします。で、そうです、ゲストのタイトルを発表していただきたいと思います。はい、私のタイトルはスローな食が大好きガールです。はい、スローな食、スローフードってことですか。そうなんです、スローフードっていう団体やってるっていうのと、あ、スローフードっていう団体をやってる。そうなんです。同時に、まあ、あんまり動きが俊敏ではないのでそういう意味のそれをかけて。あ、なるほどなるほど、はい、スローフード気を使ってるってことですか。スローフードってか食事。そうですね、なんかゆっくり食べるというよりはなんか作り手さんとか作られた場所に思いを馳せるみたいな、そういう感じです。なんかビーガンとかだったりそういうするってことですか。そうですね、一時期はビーガンだったんですけど、そうなの、今は お肉を食べないっていうだけ、ペスクタリアンっていう分類に。ペスクタリアンっていうのがあるんですね。はい、お肉どあの食に何かありますこだわりっていうか。食にこだわり、あのそこまでないです。なんか宗教上の理由とかもないし、何でも食べれるみたいな感じです。そうだよね。葵さんも。僕はそうですね、ほぼないですね、うんうん、そもそもアジアの人ってめっちゃ何でも食うじゃないですか、うんうん、豚は鳴き声以外食べるっていいじゃないですか。怖い、そう、4本足は何でも食べるみたいな、そういう机以外食べるみたいな、そういうやつそういうやつです、ね、そういうやつ、うん、そうだから、うん、結構何でも食べちゃうし、でも、うん、そうだね、うん、前にも話したけど俺朝ごはんがフルーツグラノーラし、うん、グリーンスムージーなんだけど、うん、女子力、だからそう女子力って言われるけど、だからって言ってものすごい何かをあれしてんのかって言うとそうでもないっていう、うん、単純に何だろう、自分の健康保守のためにやってるだけであって、うん、生命維持、あ、そう、生命維持、生命維持1日 350g 以上野菜食べないといけないらしいじゃないですか、いわく、うん、でそれを油断すると取らないから、うん、なんかね、食べる、あ、とりあえず朝食べることにしておけば、うん、なんとかなる、そう、なんとか、いや、もう忘れても大丈夫じゃん。 それ以降全く野菜を食べなくても、とりあえず 100g ぐらいは取ったみたいな、うん、確かにすごい、ちゃんと考えてる、うん、果物とか、スムージーは手作り。手作りです。あ、なんかあの、すごい、うん、本格的、すごい、いや、そっちの方が安いですよね。でも、あ、そうなんですか。え、そうなんだ、すごい、誰も詳しくないから、ね、何も進まないっていう、やばいですね。野菜ジュース、うん、私野菜ジュース大好きなんですよ。逆になんかいいなって、その方が体に良さそう。なんか、え、なんか野菜ジュースって良くないみたいな噂ありません？あ、なんかペット詰めされてるやつは良くないみたいな、あ、もう栄養素がみたいな、うん、なんか野菜の質も良くないみたいなと言われる。そうなんですか。いや、わかんないです、知らんけどみたいな、みんな知らんけど、全部二次情報でしょ、何の信用もないことだ、何もソースない、皆さん調べてください、そう、皆さん勝手に調べてください雑雑いや、でもなんかそう、うん、あ、え、一人暮らしですか。実家です。あ、実家、一人暮らしですか。一人暮らしです、もう11年目です。11年目ってことはもう、はい、自分で作ります。あ、作ります作ります。ってことはもうスーパーとか行くじゃないですか。はい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 。で、野菜って、はい、マジで、いや、これ
一人暮らしとかし始めて、うん、し始めて身をもって実感することですけど、うん、日によって値段違うじゃないですか。日によって全然違うそうそう、キャベツがなんか398円の時もある、198円の時もあるみたいなそう結構変わる。そう、いや株みたいな、そうそうそう、株かみたいな感じ、株かにある、仮想通貨よりも激しいそうそう、あれみたいな、そう、どういうこと、確かに100円とかで一玉売ってるとで、そう、なんかね、大変だよねって話大変な、でもなんか安いものを買えば、うん、例えば水菜とか一袋100円とかで、うん、一袋100円とかで作れるんですよ、うん、スムージーを、うんうん、あー、そう思えば水菜になるんだ。いや、まあ何でもいいんですよ、まあ、何でもいいんですよ、うん、野菜であればバナナ入れればと、バナナか牛、バナナかリンゴを入れて、うん、でなんか野菜と一緒にギャーっていって牛乳入れれば大体美味しくなるって、うん、すごい。牛乳はでも飲まないんですよね。あ、牛乳は飲まないですね。なんか入っちゃってたら成分的にはあれですけど、うん、そのものは飲まないですね。蜂蜜は、蜂蜜は、あ、でも蜂蜜はなんか別に殺してないからいいのかなっていうのはちょっと、ビーガンの人はダメなの。ダメです、うん、だからは、うん、メープルシロップは OK なの？一応植物からなんで大丈夫です。あれはいい、樹液みたいな、あれ分類傷つけてる、確かに傷つけてる、うん、そんなこと言ったら人参とかもね、生命したら漆塗りとかも そうだね、なるほど、ね、植物はいい、うん、すごい、すごい。え、そのスローフードっていうその会社、うん、会社何？一般社団法人ですかね。一般社団法人、うん、NGO、NPO 的な、的な違うね、多分 NPO とかのがもっと厳格なあれが必要だと思います。スローフード、うん、スローフードってやっぱ時間をゆっくりかけるって意味もある、あ、ちょっと多分あると思います。と、うん、なんかそういう、なんていうんだろう、作り手さんとか、そうですよね、うん、ファストフードじゃないってこと？そう、なんか対義語ではないんですよね。一応マクドナルドがイタリアにできたことがきっかけでできたものなんですけど、そうなんです、うん、イタリアが発祥なんですか？そうなんです、そうです、そうです。へえ、もう今は世界中にあって、うん、なんか聞いたことがあるけど厳密にどういう意味かってあんまり知らなかった。スローフードとは、私たちの食とそれに取り巻くシステムをより良いものにするためにための世界的な草の根運動です、うん、郷土に根付いた農産物や文化を失うことをはじめ、ファストフードの台頭、食の関心の薄れを憂い、1989年にイタリアで始まりました、うん、丁寧にみたいな、あ、そうでも、そうです、大切、うんうん、さあみたいな感じ、伝統とかも持ったり、あ、なんか郷土料理とか、うん、そういったところとか、ご飯大好きですか？大好きです、うん、郷土料理とか食べに行きます？食べに行きますね、島のものとか守りたいとかあったりはします、うん、日本食ですか？和食、そうですね、あ、そうです、なんか日本の支部なんで和食結構対象にはしてますね。和食、味噌が地域によって全然違うじゃないですか。あれ僕信じられなかったどういうこと？いや、東京にいた僕、東京生まれなんですけど、え、なんか、いや、まあ、そもそも味噌って、まあ、東京的な感覚として、そもそも味噌とか醤油とかって、まあ、スーパーに売ってるもので、あ、大量生産されたものだと思ってたっていうか、なんていうんだろう、まあ、土着的なものではないと思ってたから。ああ、なるほどなるほど。都会にいたから、はい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 、都会に化学調味料じゃないけど、そういう、あ、そう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 、なんか砂糖みたいな、砂糖を、なるほどなるほど、さしすせそとか言われてるから、まあ、てっきりなんかこう砂糖とか塩とかそういう感じの味噌なのかなって。なるほど、それなんか一本メインストリームある、あれのみであろうみたいな感じ。そう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 、なるほど。でたらめって言わないですけど、なんかもうすごいいっぱいあるじゃないですか。うん、まあ、色も違うし、うん、それはびっくりしましたね。確かに。あれ、岩手って何味噌ですか？岩手でも仙台味噌とか、なんか赤味噌に近いのかな、赤味噌っぽい感じですね。そこまでこだわりはなかったけど、今思えば、うん、
あと練馬練馬味噌あるのかな、エリアの話。そうか、東京だったらでも味噌とか醤油とか、うん、一種類だと思ってた。一種どうでした細か、青い基準みたいになってる、話が細かでも結構なんだろう、なんかお味噌汁とかも、うん、なんか白味噌か赤味噌かとか、なんかそれぐらいしかちっちゃい頃私もでも気にしてなかったです。でも全然違いますよね。美味しい。でも県民庁とか見るまでちょっとそんなこれが常識だと思ってたのにっていうのは結構あった。タンパッキー？タンパッキー。それは前回見た人しか分かんない。タンパッキーっていう、そうなんだっけ、うん、岩手の、そう岩手のしかも釜石、私の地元でしか売ってない大豆ハム。もう一回調べる。じゃあベジタリアンでも食べれる。あ、いい。視聴者の皆さんが先週も見た。先週もこの話出た。本当に私の知らないところで。めっちゃ美味しい。あ、美味しいんですか？ハムみたいな味。ハムだけどなんかもううまみみたいな。すごい。大豆をハム状にしたもので、なんか美味しいっていうやつですね。まあまあまあとか、はい、ね、うん。うちの、 あの地元の赤飯が甘いみたいなのが。甘い。市外に出た時にしょっぱい赤飯食べて、まず吐きそうになって、なんか、え？みたいな。あ、逆に？そう、なんか赤飯ではない。え？甘い赤飯、うん、食べたことない。どういうこと？ないんだ、ないんだ。あるあるある。赤飯になんかすごいでかいこのなんで小豆豆みたいな、甘く煮つける豆があるじゃないですか、ここでかいやつ、うん、あれがあれで炊いてるみたいな、 あんこで炊いてるみたいなイメージ。あんこほどあれじゃないけど、ささげ、なんだあれ、あのここなんだよね、こういうなんか白と赤のなんかあれの、あの正月とかに食べるでっかい、うんうん、これそう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 、これでもこれとか言ってわかんない。そう、これがデフォルト でしかもごま塩とかも振られてない。ごま塩がいいのに。めっちゃ甘い。ちっちゃい頃普通にお赤飯大好きで甘いから、あ、なんか本当しょっぱいの食べて本当に、あ、北海道も甘いんだ。そうなんだ、北が甘いんですかね。あ、なるほど。あ、すごい甘い、甘くない。そうそう。いやなんかびっくりしました、それ。すごい地域性ってあるんですね。なんか、それ自体甘いと思ってたものがみたいな。プリンがしょっぱかったみたいな。なんか、ああ、そのぐらいこうなんか自分の。ところてんが甘いかしょっぱいかみたいな。あ、そうそう。それで、自分が絶対甘いであろうと思っていたものを食べた時にしょっぱかった時の驚き。あ、それはね。でも多分しょっぱいと思ってたものが甘い時の衝撃の方がやばい。確かに確かに確かに。うわーって。ってなるか。ってなる。今食べれます、しょっぱいお赤飯。あ、全然食べれる、うん、そういう概念としても理解したからもう大丈夫なんだけど、初見の時はもう思い出。確かにそれは衝撃。はい、最近食の人がすごい続いてて、うん、僕は楽しいんですけど、他の2人があんまり興味がない。食に興味ないんですか、杉山とか。そう。あ、そうなんですか。彼無頓着ですよね、結構。そう、ケチなんですね。安ければみたいなところ。そうで、安いってもうスローフードじゃないですか。まあまあそこがなんか結構反比例するところがある。なんか大学生とか、まっちゃ若い人だとお金ないから。そうですよね。そうなんですよ。次は何食べてんだろう。ね、謎だよね。あれも安いもの食べるけどね。私もなんかでも前読んだ本でなんだっけな、なんか100円のおにぎりと、うん、こう200円のおにぎりがあった時に、うん、200円のおにぎりを買うってことは、うん、まあ、その200円の方がこうなんか勇気米だったりとか、うん、こだわってたとしたら、200円を買うってことはなんか未来への投資だよみたいなことを話してる人がいて、うん、ああ確かにみたいな。なるほどなるほど、うん、確かに。どっちを選びたいかは自分の好みで、うん、知ってから買うのがいいよねみたいな。その後の医療費と、うんうん、あれした時みたいな、うん、豊かさ、うん、自分へも自分へも社会へも、なるほど、ぜひ杉谷さんにお伝えください、はい、スローに伝えましょう。美味しいが一番、うん、じゃあ次のあれいきますか、うん、グッドメニュー、はい、グッドメニュー、食つながりだからグッドメニュー確かに、はい、そうですね。で、前回私が喋った時にそのタンパッキーっていうのをグッドメニューと言ったので、それを持ってきたかったんですが、はい、東京にはちょっと売ってないっていうこと、アンテナショップまで行ってなかったっていう、そんな悲しい。ということで銀座には売ってるんですよね。売ってる時は売ってるんですよね。売ってる時は売っていて、でも今はちょっと取り揃えてないみたいなことを言われてしまって、
で、今回持ってきたのがこちらです。いや、そのズームズームとか別にしなくても大丈夫です。そんな小祝農場グルメパンクッキー、はい、はい、小祝農場ってよくこう牛乳とかも売ってる、はい、はいはいはい、その岩手にある盛岡にある農場なんですけれども、まあ、そこで作っているクッキーでめっちゃ美味しい。へー、よくこうお土産とかで買ってきたり。卵は大丈夫なんですか？そうですね、もう結構食べちゃいますね。今結構食べちゃう、結構食べちゃう。もうビーガンではないので。あ、もうそっか、出してペスクタリアン。そうなんで、ペスクタリアンなので。ということ食べます？食べます。食べましょう。そう、ちょっと先ほどあの待ってる間にちょっと食べたっていう。そうそうそう。というわけで、どうぞどうぞ。いや、これ美味しいよね、うん、これクッキーって感じ。ぜひ皆さんも、うん、どうぞどうぞ。クッキーってさ、うん、作ったことある？うん、バレンタインある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 。あの作るとさ、いい食材使うじゃん。ていうか、まあ、別に、まあ、家庭ぐらいのやつなんだけど、で作ると結構うまいクッキーできるじゃん、うんうん、逆に考えると、うん、コンビニとかのクッキー何入ってんだって思わない？確かに。すごい、その発想はなかった。特別なもの何も入れてもらう。バターとか使いすぎなんだけど、多分こっちが、うん、そうね、減らしてなんかその分何かで頑張ってるんだろうけど。そうだね、なんか、うん、何かしらの加工した油とか、うん、とかで頑張ってるんだと思うんだけど、うん、これめっちゃ美味しくない？こんなんめっちゃうまい、ホロホロ、うん、バターの感じが美味しい。感じがバターが美味しい、うん、美味しい、うん、ありがとうございます、うん、で次回こそはちょっとタンパッキーを持ってきたいんですけど、はい、いつになるかね。いや本当に仕入れたら言ってください。うん、そっか、呼ばれる仕組み、呼ばれる仕組み。そしたらちょっと連絡します。タイミングで。あー、でも美味しい、うん、これは幸せになる。え、これは自分で普段食べるんですか？うん、いや、なんか特別なその帰省した時に買っていくとか、あ、そんな感じで、お土産に持っていくとか。岩手でしか売ってないんですか、基本は？いや、あ、どうなの、アンテナショップに行けばあるみたいな。スーパーとか東京のには売ってない。あ、かもしれない。でもやっぱ地元のものっていうのはその地元のアンテナショップとかに行かないと売ってないんですね、そのタンパッキーとか。うーん、うん、東京ではなかなか手に入れないのが多いかも。さっきも言ったけど味噌あるじゃない。味噌、はい。味噌にこだわりあるタイプの人って自分家の、え、味噌こだわりあんの人？いや、なんか愛知だから。なんか、あ、そうかそうか、そう、例えば愛知って何味噌だっけ？つけて味噌、かけて味噌。あ、そう、つけて味噌かけて味噌か。あれは味噌なのか、あれ甘いやつ。あれ甘いのか、うん、甘いのはな、苦手なんだよな。うん、その話いいな、うん、その話はトークでいい、うん、いや、でもそう、そういうものがある人は、うん、どうするんだろう。あ、その地元の、あ、この味噌を使いたいみたいな、うん、料理の、料理のお店やってる人はさ、うん、直送とかするんだろうけど、うんうん、なんだろう、個人だったらもう妥協するか取り寄せるか、うんうん、まあ、取り寄せでも今なら何でもできそう、うんうん、この社会なら何でもできる、うんうん、確かにそんなね、ふるさと納税すりゃ来そうだし。それね、年に1回のチャンスで、うん、美味しかったです。美味しかった、はい、最後どうぞ。どう、いや、大丈夫です。さっき2個食べちゃった。あ、そうなんですね。食べてください。あ、そう、お願いします。はい、で、次は、はいはいはい、わらしべ。わらしべしませんでしたね。いやー、あー、してなかった。忘れてた。そうだ、そうですね、本当にグッとグッとやっちゃった。はい。いた。ああ、大丈夫です。マイクが大丈夫です。で、前回のやつ撮っていただいて。ああ、そうですね。前回は、まあ前々回なんですけど。はい。ね、なんだっけ。茶屋マクロビ。なんだっけ。書いてあるんだこれ。はい。茶屋マクロビの大豆ミートと野菜でボリュームたっぷりソイミートソース。今日もしタンパキーがあったら大豆デーになさってそうですね。そうやってじゃあ安全です。よかった。よかったのか。揃えた方がよかった。あの、すごい健康的なものを。そう、お肉食べられないもん ね、 だってね、食べられないというか食べないんだもんね。そうね、うん、ちょうどよかった。うん、嬉しい、うん、はい、でこれとこれに変わるわらしべが、これがソーピュアっていうオランダの
ローチョコレート、有機オーガニックのローチョコレートです。ロー生、うん、ローなんで、なんか低い普通はこう加熱されてるんですけど、48度以下で調理されてるので、なんて言うんだろう、なんかカカオの栄養素が殺されない。あ、なるほど、体にいいです。すごい、低温殺菌牛乳みたいなやつ。あ、まさに、ね、飲まないいいですね、ぜひ食べてほしい。オランダのものみたいです。全部オーガニックのものを使ってて、へー、すごい。オレンジフレーバー、ソーピュア有機ローチョコレートオレンジフレーバーいただきました。いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちら食べ贈呈ですね。ありがとうございます。嬉しいです。食べれるね。食べます。もうこのお店がまず好きで、私、茶山黒び。茶山黒び、はい、新宿にもあって。新宿にあるんですね。あるんですよ。伊勢丹だったかな。これレストランですか。レストランもあります。レストランに売ってました。これ見たことあります。いいですね。いいですね。このチョコレートめちゃくちゃうまそうだし、ね、すごい丁寧な暮らしを感じますね。確かにいいですね。でも丁寧な暮らししてますか。丁寧ではない、ちょっと雑然とした暮らしの方が。ビジーライフみたいな感じですね。ビジー、そうですね。結構もうインスタントライフみたいな感じあります。あの、健康を害する代名詞、栄養ドリンクは飲みますか。あ、たまにクッとしますね。あれ害するんですか。なんか言いますよね。いや単純に元気の前借りだから、うん、あ、それはあるかも。単純にその元気が増えるんじゃなくて、うん、怖い、後ろの分、そういう方が。今4時間頑張るために未来の6時間を無駄にしてる感じ。負債を積み重ねる感じ、うん、消費者金融みたいな。怖い、ね、ローンで時間借りてる感じだから。飲みます、青井さん。飲んでそう。いや、飲んでそう。飲んでそうですよね。でもそんな飲まないですね。あと僕多分ね、カフェインあんま効かないんですよ。効かない。カフェインで効く効かないありますよね。まず超効きます。もう体質で寝れなくなる。コーヒーはダメでしたから。コーヒー好きなんですけど、あんま効かないんですよね。昔は効いた。いや、どうなんだろう。ちょい効いた。で、今もちょいは効くの。なんだけど、だからレッドブルとか飲んでもうわーっとはならない。ならない。うえみたいな感じ。なんかそう、コーヒー飲んだのと効果が、俺の中の効果同じだから、ちょい爆発的には来ない。そうで、あとは炭酸かどうかぐらいのさ、炭酸かどうか、なんかあの感じが美味しいかどうかの差で。なるほど、効能はそこまで。そう、飲み物として飲むことはあるけど。なるほど。あと徹夜が苦手。まあしない方がいいよね。苦手。ビジーライフだと、はい、ビジーライフは結局なんか何を飲むかとかより気合いですよね。まあそうですよね。そうです。5時に起きるみたいな、なんかもうそういう心。徹夜とか朝起きるのはただの気合でしかない、うん、そう本当に心でしか、心が切れた本当にもう、アラームとか補助的なものですよね。そう本当にあれが鳴るから起きるとかじゃない、なんかもう起きるてか起きると俺アラーム直前に起きるんですよ。わかる。そんなことある。なんか例えば7時とか6時とかに起きるってなった時に、7時だったらこうパッて見たら6時54みたいな。54だったら僕5分寝るんですけど。正確だね、もう体内時計が。6時54、5分寝ると、そういう5分ってわけのわかんないぐらい濃密な夢を見るんですよ。わかる。2時間ぐらい経った気分になる。わかる。アラームになって焦ると5分しか経ってない。すごい分かる。あれありますよね。あるあれ謎。謎だよ、ぐちゃぐちゃになってんの、頭。そう、頭がね、そうで、起きないといけない自分と、多分なんか寝たい自分みたいなのがこうなってるから、ね、葛藤が夢に多分現れて、葛藤がすごい出ちゃうんだろうね。いや、そう、栄養ドリンクね、飲みすぎ注意。カフェイン。健康に気を使ってるってことなんですか、それとも食ですか。あ、でもどっちも、健康もあるし、作ってくれた人とか環境に対してもみたいな、感謝みたいなのある、どうかな。なんかさ、普通の人でも
簡単にできるもの、うん、ものっていうか、プロフード、うん、そう、プレゼンしてほしい、そう、プレゼン、1、プレゼンしてほしい、誰でもできるやつを具体的に提案してほしいっていうのがあるんだけど、なんだろう、サクッとできる感じのプレゼン、そうそうそう、スローフードについて、うんうん、スローフード何が、うん、日常に取り入れるときに、あ、そうだね、どんなのがメリットかな、ああ、そうか、それ自体、そうだし、うん、でもなんか食べなくても、まあ、食べた方がいいけど、なんか例えば鮭弁当だったら、この鮭はどっから泳いできたんだろうってちょっと思いを馳せるのもある種スローフードの概念ではあって、うん、じゃあ次はどっから来たか分かる鮭を食べてみようとか、うん、で、なんか例えばまあお魚で言ったらなんか結構サステナブルフィッシュとか調べると出てくるんですけど、うん、サステナブルフィッシュ、うん、なるほどね、マグロとかウナギじゃないやつねなんかそう、産地によって同じマグロでもなんかチリで取れたマグロとか良くないけどこっちで取れたら大丈夫とかあるから、その良いものをちょっと取り入れていこうとか、そういう産地をちょっとこだわるとまた変わるかもしれない。でもコンビニ行くじゃん、どこの馬の骨かわからないのを食べるじゃん。うん、あれはどうなの？あれ？あれは、うん、ちょっと微妙。だから私はそれが怖くなって結構お弁当とかに切り替えた派なんですよ。知らないものを食べるのが怖い。あと俺いつも思うことあるんですけど、うん、居酒屋とかで国産ですって書いてあるじゃん。うん、だからどうしたって。国産が、うん、いや国産はいいもんなんだっていうものがまず。なんか、国産神話にあるんであって、いや、だから何やって何や、うん、うん、うん、そうだねはい、国産です え、それはいいって言ってんの、悪いって言ってんの、何っていうなんだ、ブランドです、そうそうそう、ここ日本です、みたいな、そうそうそう、なんか、いや、それは近いから、近い方が安いだろうって思う時もあるんですよ。そう、フランスの牛乳わざわざ買ってきたらさ、多分腐るじゃん。まあまあまあ、確かに関税だってあるだろうしさ、難しいね、そのなんか、よし悪しの個人の判断っていうところ。そうそうそう、実際野菜とかも実際海外の野菜の方がこう基準が厳しいから、特にヨーロッパの方が安全って言いますよ。あ、そうなんだ、知らない知らない、国産ちょっといいっていうなんか固定概念ある。思いきやそのヨーロッパやっぱ果物安いですよね。安いですね、確かに。ヨーロッパ行ったことあります？あります、あります、スイスだけ。スイス、スイスは何もかもが高いから、何もかもが高い、ちょっと5倍みたいな感じ、伝わらないけど何もかもが高いよね、何もかもが高い、本当に1000円とかね、そう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 、普通になんかその駅で売ってるパンが500円とか、100円くらいで買えるやつ、水200円とかね、もう何も信じられない。スイスフラン、うん、あ、スイスフラン、いや、なんだっけ、あのEU、あれなんだっけ、ユーロ、あ、ユーロ、あれ今スイスってユーロなの？私2年前くらいに行った。ユーロなんだ、あそこ、ユーロだった気がする。ユーロだったと思いますよ。あ、そうなんだ、スイスフランっていう、ね、あれでもなんかあった気もする見たことはあるけど、どっちも使えるのかな。ある、スイスフランっていうどっちも使えるのかなやつがあって、うん、あの、うん、なんか通貨としては知っている、うん、なんかね、お札が縦向きなの。すごい面白い、本当だ、縦、そう、縦向きの、ちょっと待ってね、これこれこれ、本当だ、すごい、知らなかった。そうで、なんかしかも結構20世紀系の哲学者とかだから、哲学者とかすごい、スイス人、そうだね、この100スイスフランのこの人は彫刻家だけど、結構スイスの有名な人たち、まあ、スイスの有名な人たちって大体スイスに亡命してきてる人だけど、あ、そうなんだあ、そう、純ではない、そこそこ中立国だからってことか。特にね、20世紀はあの、ね、ドイツがめちゃくちゃしてたりいろいろしてるから、スイスに逃げてる人が多いから。なるほど、うん、面白い、面白いね、うん、いやでもヨーロッパは果物安いよね。安い、本当にオーガニックも安い。うん、野菜、うん、そうだね、いいですよね。日本の野菜乱高下するからな。すごい。でも本当に値動きが半端ない。すごい。マジできついよね。きついきつい、本当に。確かに。そろそろ。
放送トークに行きますか。そうですね、はい、今日はすごい短縮バージョンでやってます急ピッチ。そうです、30分伸ばしていい、30分伸ばしていいってなると何しようかな。ランブルする、1分とランブルやります。やります。ちょっと僕この気持ちでいなかったな。朝読みニュースしましょう。じゃあ朝読みニュースしましょう。ニュースを読みましょうね。そう、ニュースしましょう。あの人と、そう、ゲストと話すだけになっちゃう。確かに。朝読みニュースです。朝読みニュース。朝読みニュースは今日の朝刊の新聞を僕らが深読みせず浅く読んで、これって何なんだろうとか言ったり、ああだこうだ言ったり、なんか浅く言います。はい、怒らないでください、皆さん怒らないでください。はい、なんかありました。なんか見つけたんだけど、どれか分かんないけど、やばいな、どれだろう。ああ、あったあった。何ですか。何でも、あ、でも特に、はい、VR、 VR、 VR で新境地、こっちですね、この、あ、こっちですね、疑似体験、VR で新境地、新境地みたいな、まあ最近その VR ってゴーグルをつけて、まあいろいろ疑似体験ができるみたいな、その立体的に感じられて本当にその場にいるような感覚を味わえるみたいな、うん、まあ、そういったゲームとか、まあ、映画の世界とかでもちょっとあるんですけど、うん、今映画作ってるよね、スティーブン・スピルバーグが。うーん、でなんかそういったところで最後なんか、うん、披露宴にその場に行けない人が VR でなんか披露宴を疑似体験するみたいな、うん、そういうのも出てきましたみたいなのがあって、それはどうなんだみたいな。それはどうなんだ。なんか旅行にこう実際行けない方が、うん、まあ、旅行をしている気分になるみたいな、VR あるじゃん、うん、VR ってもうちょっとしたらさ、うん、多分その外的刺激、うん、風とかもモニタリングできるようになるかなって思ってて、うん、4D 映画みたいな。そう、 4D 映画みたいな。だからなんかこう ZOZO スーツみたいな感じで来たら、うん、ここになんか冷たいとか風が来たみたいなものをこう、まあ、マッピングしていけるんじゃないかと思ってて、うん、で俺そうなった時に、うん、その体験、人が行けないところに行った人の、うん、を追体験できるわけじゃん、うん、だからその体験を採集する人が、うん、ビジネスになるんじゃないかと思って。あ、そういう仕事が、うん、そう、 VR の VR データハンターみたいな、うん、だからエベレスト登りにそうやって、うん、そういうセンサーつけてエベレスト登りに行ったら、そのエベレスト登りに行った時のその空気だとか、そういった寒さとか、このゴワゴワ感とかも全部モニタリングしたら、ね、できそう。そういう仕事、うわっつって、つらみたいな、つらいつらい。でそういうね、そういう仕事増えそうだなと思って、うん、でそれってまず AI でできないから、うん、そうだね、元のデータは行かないといけないし、でだからそれが宇宙空間だったり、うん、まあ、なかなか行けないとこだよね、うん、とか、まあ、別に行けるとこでもいいんだけど、うん、普通にニューヨークとかでもいいしけど、うん、そう、それがね多分ね、うん、その仕事普通に楽しそう、やりたい、なんか生まれそう、すごい、うんうん、ユーバーイーツ運ぶ人みたいな、モニタリングもずっとつけてる人がいて、自分の体験みたいなものを売ってるみたいな、うん、できそう、うん、その体験感じることどう思います。なんか私あの VR のゲームとかすごい仕事でこう VR 回ったりとかもしてて、その時になんかあのエヴァに乗るっていう、新宿にある VR ゾーンってやつでエヴァに乗った感覚ができるみたいな、エヴァ分かりますよ、分かりますよ、うん、でそう、あのなんか、うん、あの液体に使っていく時のなんか感じとか、うん、全部結構鮮明に作られてて、わ、うん、ってすごい興奮したんですけど、うん、でこれに乗った人は多分同じことを経験するんだなって思った時に、なんかそこにこう自分の独自性というか、自分がやったからこそのなんか体感みたいなのがなくなっていくのかなって思ったら、うん、あ、なんかそんなに楽しくないのかみたいな個人的な感想なんですけど、ね、確かに、うん、どうなんですかね。ゲームの中に入っていくとかはなんかやってみたいけど、うん、なんか旅行をやるのは、うん、実際のとかでね、うん、まあ、また違ってくるのかなって思う。
ゲームだとね、いいよね、うん、絶対面白い、うん、なんかなんだっけ、映画で、うん、チャッピーっていうが知ってます？知らない。全然。犬猫なんかあのロボットなんですけど。ロボットなんですね。大宮地区っていう映画を撮った監督の2作目の作品で、うん、チャッピーっていうのがあるんですけど、かわいいな。そこにあの人が出てくるんですよ、うん、あのザック・エフロンじゃなくて違うないんだ。あいつです。 X メンやってたヒュージャックマンが出てくるんですけど、うん、なんかロボットが自我持っちゃって、うん、それが危険っていうすごい本当にあるあるの話なんですけど、うんうんうん、まあその自我持ったロボットはなぜかギャングに育てられるんですよ。だからすごいギャングスタイルを覚えてなんか歩き方もこうやってギャングってかっけえみたいな、これかっけえみたいになって、なんか英語もだんだん雑になってくみたいな、スラングみたいな、そうそうスラングみたいに喋ってる、うん、あのやつがいて、うん、でなんかこれが暴走したら危険だみたいになる、うん、なる側の人にヒュージャックマンがいて、うん、でヒュージャックで戦争になるんですけど最終的に、うん、ヒュージャックマンが乗ってるロボットはモビルスーツで、うん、でも中に乗ると危ないから、うん、VR みたいなのをつけてゴーグルつけてこうやって別のところで操縦してる。あの映画の中では工場みたいなところの端っこでマジで誰もいない工場の端っこでえいシャーってやってるのがちょっと透明のカメラから映るっていう、あのカメラがひどいってなんかシュシュルカメラワークがない、カメラワークが悪意があるんだけど寂しそうみたいなでも安全みたいな、そうでも安全うーん、でそういうのが増えるのはあるんだろうなとも思うし、なんかそうだよね、そのまああとはあれだよね、 それで言うと逆になんか体験を取りに行くハンターもいるだろうけどさ、なんかこう、まあ、ロボットに行かせてもいいよね、まあ、ロボットに行くから分かるようなところとかも、まあ、できるのかなとは思うけど、うん、やっぱり実体験もしたいという気持ちもあるだよね、うん、分かる分かる分かる、うん、うん、実際に会うと会わない、人と会うと会わないのはね、うんうん、違うけど、うん、あ、まあ、だから会う人と会う直接会うという体験とは、まあまあ、異質的に違うけど、うん、多分これはこれで多分別の体験があると思う、うんうん、別物ではあるよっていうことは、うん、多分忘れない方がいいんじゃないかなって、うんうん、違いない、うん、なるほど、そんなこと思いました、思いました。なんかありました？どこで見たん？ここの面なんですよ。ここの面。すべての新聞のそこの面を見ればよいかも。ギャンブル依存症。違う。あ、じゃあこれかな？ローン1億。ローン1億。違う。新聞。なんか裏に返しちゃったから。そもそも新聞ってあんま読まないからな。うん、あ、これがなんかちょっと暗い話なんですけど大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。いいかな。文字が娘奪った。長時間 LINE に友情日々。うーん。っていうなんか LINE で、まあ、女の子が中学生かな。うん。うん。西日本の、あ、女子大1年生だが、うん、まあ、友達とのトラブルで、うん、まあ、LINE でもうなんか友達じゃないよみたいな風に言われたりして、うん、その後自宅に帰って飛び降りてしまったっていうのをなんか読んで、うん、なんか LINE これ自体がどうこう思ったっていうよりも、うん、結構なんか塾校とかしてる時に、うん、なんか小学生の子とかがなんかこうグループ LINE とかで、うん、なんとかちゃん入れるとか、いいよいいよみたいな、こう小学生だから無邪気にやるのを見てたりして日々、うん、なんか怖いなって、うん、大学生だとねグループとか入れてもらえなくてもまあ気にしないけど、うんうん、いやーそうですね、 SNS の今の中高生、うん、コミュニケーションがもう違う、我々ともう違う多分確かにやり方が、うん、我々の時は前略でしょ、前略プロフィール、あー、ミクシーでしょ、グリーン、
え、なんかメールさ、メール普通にメールをさ、うん、フォルダ分けとか保護とかしなかった。あーした多分分かるかなみたいな、なんか、うん、ちょっと前のそう J-POP の歌詞見れば保護とか保護外すとか、なんか一回捨てたやつ戻すとか、なんかそういう話あると思うよ。ある、うんうん、そうなんかね、元カレ大事なやつが消えないっていう、そのなんか100件とかまでしか保存できない、そこを残すみたいな、なんか好きだよとか言われたやつを残しておくみたいな、うん、でもそういうのじゃない、うん、なんていうかもう全部残るからね、全部残るし、確かに、うん、どういうコミュニケーションしてるんだ、わかんないな、なんか、うん、インスタのストーリーから DM で会話するみたいな、あ、もう LINE も使わないみたいなことを聞きます。最近の子はインスタ、うん、なんかね、どうなっちゃうんですかね。LINE だんだん時代遅れになってる感ない。でも実際そのあります、ね、何が不満なのかわかんないんだけど、これ多分なんかだんだん時代遅れになってるぞっていう気分がする。LINE もいつか廃れるんですかね。いやでもその JK とかから言わせるとまあ廃れつつあるみたいな。そっか、もうすでに、うん、もう全然違う。そうだよね、なんかね、なんかトロいんだよね、ラインでも結構もう最先端ですよ、なんかいろいろ歴史の中で言ったら結構すごいちゃんとしている、うん、なんか、まあ、検索機能最近ついたけど、うん、そうだよね、結構あみだくじとか便利ですよね。あみだくじ、あみだくじ機能があること知ってるんですけど、あれなんす、知らない、どういう機能ですか。あ、なんか普通にあみだくじ作って適当に引いて、うん、だから例えばこうなんかあの誰がアイス買うかとか決めるときとかも1個だけ丸作ってあと全部にして引くとか、指すまみたいな感じわかる、あ、わかるわかる、うん、でそれをなんか誰、その場でやるときも便利なのはなんかプレゼントとかやるときに誰がめんどくさい役をやるかみたいな、オンライン上でじゃんけんできないみたいなときにやったらもう公平みたいな、オンラインじゃんけん、すごい、使わないですか。使わない、どこにあるかもわかんない、なんか普通に誰々やってって言っちゃう、うん、言っちゃう言っちゃう、これするから何々してって言っちゃう、言っちゃう言えないタイプみたいな、あ、でもツールは違えど多分まあいろいろあるんでしょ、その時代その時代で、なんか生まれてくるかな、何どういうのがいいんだろうね、次っていうか、次か、骨伝導とか全然わかんないけど、なんだろう、まず今普通の若い人ツイッター使わないでしょ、確かに、インスタもかな、みんなインスタストーリーで、みんなインスタで、しかもストーリーしか使わないから残るのうぜえんだよね、多分究極、そういうことか、で残したいストーリーはスクショ取ればいいから、あ、確かにすごいね、もう、え、残したくないですか。いやでもそれもあるけど、なんかそこまでこう凝って投稿できないときはもうストーリーでしょ、ああそういうことか、とりあえず知ってほしいみたいな、近況だけ報告するみたいな、うんうんうん、なるほどね、積み重なっていっちゃうから、うん、会話が、だって LINE なんてさ、すごい数、すごいよねこれ何これみたいな、うん、だってメールだったらさ、これからダメですよ、びっくりしたいきなり葵のプライベートの子完全なプライベートバされ全世界にびっくりしたスクショ取られてないかな、一回消すやべえな、取られてますよスクショやべえな、しかも残るからな、これ残るからな、まあいいやで、そうそうそう、だって、うん、普通の昔のメールだったらさ、まあ、うん、リがさ、リで続いてるやつはさ一連のトークだけどさ、うん、新たに始まるトークはさ、うん、それとは別でいくじゃん、うん、確かに確かに、ねえ、ねえ、いや難しい、難しいコミュニケーション、うん、何の話だっけ、あ、LINE が、LINE で、それですね、 LINE が繋がってずっとあるからね、難しいね、でグループの作り方がめんどくさいっていうのもあるし、うん、これはもうあの LINE 会社、株式会社 LINE が直してほしい、うん、株式会社 LINE っていうのはないんだけど、うんうん、葵さんはなんか、僕ですか、気になった、僕もあったんですよね、僕もあったんですよ、でもなんだ、お
ギャンブル依存症じゃないな。これだった気がする。何面何面何面かも覚えてない。何面ちょっと待ってくださいね。ラインね。スマホ持たないでいいなら僕もしたくないんですよ、ね、うん、わかる。なんかどんどん来ちゃうから返さなきゃみたいになりますよね、うん、そう、本当に、うん、なんかいいもん別に家電で良くないみたいな、うん、そう、世の9割いらないもんね。あと電話していいっていうラインめんどくさい。そうなんですか。いや確かに、いやてか電話してこいよ、スルーするから忙しい時は。ああ、そっかそっか、聞かなくていいよみたいな、うん、電話していい。なるほど、うん、あ、全然見つからないや。何何だったんだろう、何だったかも覚えてない。あ、これです。おお、ちょっと全然違いますよ。ここ真ん中です。京都の三つ星レストランが全焼したっていうニュース。いや、なんか あるじゃないですか、あのこのいう歴史あるレストラン、うん、まあレストランというか、まあ、この場合は料亭とかだと思うんですけど、はいはいはい、料亭とかってすごい木造とかだから、うん、めちゃくちゃ燃えると一瞬で終わっちゃうんですよ。そっかそっか、なるほど。それがね、でも祇園騒然、祇園なんだったんですね。もったいない、もったいないって話なんですけど、もったいないなっていう、もう浅読みなんですけど。なんかここは分かんないけど、結構なんか秘伝のタレとかあるともう再生できないとかありますよね。ありますね、あります、あります。あとそうですね、あと建物きれいにしちゃうと、うん、なんか良さがなくなるとか、わびさびが、わびさびがねえっていう、ね、難しい、うん、秘伝のタレってなんか3ヶ月で全部入れ替わるみたいな説知ってる？知らない。だからそれなんかあれの何分の、そう、何分の1の何分の1の何分の1してると3ヶ月でなんか終わるらしい。人間の体みたいな感じ、ね、そう細胞が入れ替わるみたいな。じゃないですか、じゃあ。そうっていう説、だからあれでね、ツボみたいなのがあって、継ぎ足しですって言っても、まあ、そうだよね。そう、それを全部何分のしていくと、あのホメオスタシーの理論と同じでしょ。そうホメオスタシス、ホメオスタシスだっけ忘れた、なんかあの疑似科学のあれだよね、あれの変わるのあれするみたいな、なんか薄すぎると薬になるみたいな、本当かよみたいな。そうなんですか。そう、あ、それか、それの話しちゃうの。僕はその話しちゃう。あの完全な疑似科学なんで、別にもういい人に言うものじゃないです。はい、人いっぱい死んでる、それで。へえ、怖っ。効くっつって効かないから、薬飲まなくて死んじゃうって。そうですね。え、ヴィーガンって今もうさらに話を戻してずらすんですけど、ヴィーガンの方って卵無理じゃないですか。無理ですね。ワクチンとかって接種するんですか。あ、どうしてるんだろう。確かにそれ気になりますね。ヴィーガン、ワクチン、考えたことなかったな。あと薬とかって、どれは飲めないとかあるか。あ、そう確かに。取ってったらあれ、なんかジャングルの昆虫めちゃくちゃ殺してたり、まあなんか、まあ、そう、動物実験もしてたりとか、まあそこは間接的なあれだけど。そう、あとあれですよ、よく言われるの、紫以外。え、紫以外っていう貝があるんですけど、貝紫の染料、紫の染料、へえ、そうなんだ、としてもう本当に昔から使われてるんですけど、見たことない。これ地元の染める紫以外染料で調べたいと思います。あの染料って、染める色物ってめちゃくちゃなんですよ、あの原料がめちゃくちゃ使ったりするんですよ。あ、量が必要ってこと。そう、量が必要で、いろんなものを殺してるみたいなところ、そう、今なんかこう培養肉
あのなんか人殺さない肉とか殺さない毛皮とかあるじゃないですか、うん、それと同じで殺さない染料みたいなのも開発されてるんですけど、こういうのもどうなんですかね。でもだんだんきつくなっていきますよね、生きる上で生きる上で、うん、自分の首をどんどん絞めていっちゃいますから、どうなんだろう。ワクチンとかダメだったらマジでしんどいっていうか、問題だよな、生命が大変。そうそうそう、人にも迷惑かかるだろうしね。すごいな。でもまあ確かにその動物の何かを入れるぐらいだったら死んだ方がいいって思う人もまあいる。その人の考え方によってはそうだよね、あるんでしょうね。エホバの証人的な、あーなんかありましたね、あの最高裁判決ありましたよね、そういう、まあね、健康を害するのはね、やりすぎは何でも良くないっていう雑なまとめをしつつ、そうですね、私も大変だよな、子供はどうするか大事ですね、子供に対して、よく大問題になりますよく大問題になりますから、今日は延長しております。半ぐらいまでをめどに延長しております、本送トーク参りますか。はい、参りましょう。本送トークでございます。アンケートツイッターにてアンケートを行いました、10票の方からいただきまして、一番高いのは一人でご飯を楽しく食べる方法です。まあね、気になるよね。ついでが、2票ずつ入っておりまして、煩わしさからの解放と専業主婦ってどう思う、で一番低いのに自分が本当に食べられないもの。まあね、興味ないよね。そんなことない。いやまあまあ楽しかったけどね。裏で話してる時はすごい楽しかった。裏で話してる時は楽しかった。でも一人でご飯を楽しく食べる方法についてだな。やっぱ50、こっちで 50% あるから。みんな悩んでるんだよ。みんな悩んでますね。悩んでるんだよ。自炊するじゃないですか。はい。なんか、寂しくなりません？まあ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 、でもそう作ってる時は楽しいっていうのすごい分かって、そうなんかその工程を踏んで、あ、できたってそこまで楽しくて、まあそこから食べる時はみたいな。急に音がなくなるじゃないですか。あれが結構なんか、あ、分かる。寂しい。ってる時は全然いいんだけど、賑やかだからね。そう、一人じゃない感じで、いきなりシッってなって。確かに。なんかテレビつけても虚しいみたいな。テレビって虚しいよね。虚しいですね。私 YouTube 今見ます、最近は。自分の好きな YouTuber をこう見て流して超笑うっていう。ああ、そっかそっか。私推しの YouTuber がいて。推し。推しが寿司ラーメンリクって結構有名になってきたんですけど、知ってます？知らない。なんか結構なんか危ない実験とかをするんですけど、で危ない、なんかその受け狙いとかじゃなくて、なんか自分が本当にこれやったらどうなるんだろうみたい な、なんかそこの探求心から来る面白い動画がいっぱいあって、そのなんかスイカにこう7000度の塩を入れたらどうなるかみたいな。7000度？なんかあ、俺それ見た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 。俺それだけ見た。すごい、なんか熱するとなんかそう塩が溶けて液状になるみたいな、でそれをくり抜いたスイカに入れたらどうなるかみたいな。どうなったんですか？爆発。え？輪ゴム、あのスイカに輪ゴムをなんか何百個もやっていくと破裂する、あの圧に負けて怖い怖いとか、そういうのをなんかこう実際やってこうバーンでうわーみたいに、ね、それがもうなんかめっちゃ楽しいみたいなのを見てるのがすごい幸せ。俺水曜日のダウンタウンがな、 YouTube にめちゃくちゃあるじゃん、なんとかの説みたいな。そう、あれすげえ見ちゃう。水曜日のダウンタウン面白い。そう、すごい好き。あとなんだろう、なんかめっちゃ笑えるの見てなんかもう楽しくなるっていう。なるほど、確かに確かに。また普通に映画見ちゃう、見てるな。あー、いいね、いいね、映画。じゃあ自宅じゃなくてレストランとか一人で食べるときってどうしてるんですか？どうしてんだろう。どうしてるっていうのは、
なんか何したらいいか分かんなくて食べる食べる食べる、なんかすぐ食べ終わっちゃうじゃないですか一人だと、うん、考え事してる、考え事かいや、なんか強要するもんではないけど考え事してる、 してる、この絵知ってる？何ですか？知らない、怖い、なんかここ怖い絵だけどこの誰だっけな怖い怖い、なんか社会派みたいな石田哲也さん、石田哲也さんっていう画家の絵なんだけど、まあこんな感じだよこんな感じ、こんな感じ。フォアグラのアヒルになんかすごい。そう、いや、エネルギー注入されてるだけ。特に何も考えてないよね。今牛丼屋絵みたいなので検索したんで、うん、牛丼屋はこういうものみたいな社会風刺ですか。あ、そうそうそう。いや、てかなんかこう、この石田哲也さんは、うん、あのこういうなんだろう、例えばこういうこういう絵、こういう風刺画みたいなこと。そう、なんかサラリーマンの苦悩みたいな。ああ、なるほど。都市生活者の孤独みたいなものを結構やる。はいはいはい、これ今兵士って言って出てきた、うん、そうそうそう、サラリーマンがなんかこう、うん、コンクリートジャングルでに囲まれて、で怪我してて、でなんか傘持ってて、傘ですよね、うん、傘持っててなんかマジで何のどんな顔してるのか分かんないかもしれない石田さんの絵は全部この顔なんですけど、すごいなんか虚しさと怒りとみたいな、そう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 、すごいです、こんな感じですよ何も考えてないそうなんですか今のでいいのか一人でレストランあれでいいのか、いや特に牛丼屋、俺吉野家好きなんですよ、うん、吉野家好きなんですよ、うん、好きなんですけど、うん、別にじゃ何を、うん、サービスで何を求めてるかって言われても、うん、何も求めてないそれは分かるかも、結構、うん、てか一人席があるとこに行けばいいんですかね、こうなんか、あ、それもなんかみんなが二人とかで食べてると結構なんか一人だけわーって食べるのもなんかなとか思っちゃう、僕一覧ダメなんですよ、あの一人味集中カウンターダメなんですか、味集中カウンターはあれ便所飯だって言ってるんですけど、あの便所飯と同じじゃねえかって、確かに、壁ダメなの、そう、これはいいのに吉野家はいいの、隠れてるみたいなのがダメ、そう、なんで、なんで味集中カウンターだよあれは、まず、うん、味集中、いやまずさ、うん、まずなこと言っていい、うん、料理って、うん、そういうこと言うと、うん、料理って味だけじゃないでしょ、うん、はいはいはい、まあ、全て何もかもこう見栄とかもあるし、うん、その空間とかもあるし、うん、その何もかもが合わさったものがメニュー、あの料理でしょ、うん、総合芸術として料理でしょ、うん、はい、なんで味のみを集中させるためにあの殺風景の黒くてなんかここにある なんか、ね、確かに確かに、そう、確かにちょっとメンマちょうだいとかやれないですもんね、うんうん、なんかできないし、紙にチェックしてちょっとやる、そう、なんかあのね、なんかラーメンあんま食べないでしょうけど、うん、ラーメンっていうものを食べる環境っていうのは、うん、なんかこうみんなラーメンを食べていて、でそれでなんかこう店主がなんかこう暇そうにこうやってやって、うん、ういよとか言って、なんで、ね、こういう人たちの謎はこうやって読んでて、うん、このまま置きゃいいのに、うん、こうやって上ってういよって言って投げるんですこの謎ゲーの謎なんですけど、ケーキ漬けじゃん、ケーキ漬けでういってやってシュ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 って言って、ういとか言って、そうね、なんかテレビこうやって見てこうやってる人を尻目に食べるっていうのが最後ごちそうさまでしたっつって出るみたいな、いうのであって、うん、いや一蘭にとってのそのなんか料理の最高峰がもう味なんじゃないか、その全てを削いだここがもう私たちの最高峰、あ、モダニズム、そうそうそう、多分なんか一蘭食べる特に女性向けですよね、あれ特に、うん、まあ、その逆にその気にするみたいな、そう見られてるとまずくなっちゃうんですみんなで食べててみたいな、気にしちゃってあいつ一人食べてるの、そこをなくすのが、うん、より美味しくなるというこだわり、一蘭は僕もいいそれは青にとってなんか総合芸術として欲しい、俺にとっては環境がないと、うん、だってそれ俺家でラーメン食ってるのに変わんないじゃん、うん、うん、確かに確かに、そう、さらに圧迫感もあるし、圧迫感もあるし、うんうんうん、あ、で、そう、楽しむ方法ですよ、そう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 、あ、そうそうそう、で、外でレストランで食べる時でしょ、うん、レストラン食べます、まず食べる食べる、そっか、仕事柄多いし、うん、あ、そうそうそう、ある、ある、まあ、仕事してる時はそのなんか
そのなんか飲食店をレポートする仕事とかはしてるんですけど、まあ、その時はもう仕事だって思って、こう自撮りとかしてる時も仕事だから別に恥ずかしくないみたいなスタンスではいるけど、そうじゃない時も普通にレストランとか行く、うんうん、けどなんかあんまり そこまであいつ一人だぜっていう目は気にならない人だから、うん、レストランなんか普通に味に集中してる、美味しいなみたいな感じ。あ、そうなんだ、なるほど。だと考えようとして空想しながら食べて、うん、行く？レストラン、レストラン、レストラン、オートヤってでいい？まあまあまあファミリーレストラン。とりあえずオートヤでいい。オートヤは行く。ああ、うん、なるほど。でもあとなんか定食屋行く。ああ定食屋、うん、確かに。でな楽しい。それはうん楽しい。うん、楽しい楽しい。で味だけじゃない、味だけじゃない。うん、ガソリン注入ではなくて、なんか雰囲気とか、雰囲気とか、うん、まあ4品以上あるとか、うん、そういうことだね。で、確かに居づらいレストランもある、うん、あるある、だし、まあ、確かに俺が男だから、うん、なんかそんなラーメン屋とかなんかその、うん、なんだあるじゃん、うん、多分女性には入りづらい、うん、定食屋さんもあるし、もあるし、うん、あるんだよ、うん、あるんだけど、うん、とりあえず俺の話で言うとその料理、うんうんうん、そんなに、でもそんなに行かないかも、うんうん、まあ、だったら家で作ろうとかコンビニにしようとか、うん、そうだね、どうしてんだろうどうしてんだろう、生活がもう分からない。一人で、あ、でも、うーん、俺食堂とか嫌いなの。食堂とかフードコート嫌いで、あのバーっているのが、そう、フードコート嫌いってのがあって、何でもいいって思うんじゃねえよそこ、そう、そうなんだ。なんか、そう、やっぱなんだろう、空間、空間に興味があるんだろうね、多分料理に対して。そっか、フードコートとかいろんな店あってなんかデーンって感じ。そう、デーンじゃねえんだよ。うどん屋はうどん、何々は何々、ハンバーガー屋はハンバーガー屋であれ、そうだよね、ギュンのであって、その椅子がニュートラルとか違うだろって思う。なるほど、うん、そうだ、確かに。まあ、でもおじいちゃんも子供も楽しめる場ではあるから、まあ、まあ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 言っちゃい、まあ、そういうニーズもある、まあ、そう、ニーズあることは分かってるんですよ、分かってるんですよ。彼の信念としてはちょっと違うっていう、そう、確かにな。じゃあ別々に食べればいいじゃんまあ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 、うん、確かに、そうだね、楽しく食べる方、確かに確かに、うん、楽しくか、一人で。え、マックスどこまで行きます？一人で、一人で、うん、カフェとか、うん、カフェも行かないな。あ、カフェも行かないのか。結構行って、うん、結構というかもう結構いるよ本当ですか？結構の度合いは多分高いよ俺私も結構高いと思う、多分、うん、相当いるよ、うん、あ、そうなんだ。一人焼肉する？一人焼肉はしない。でも一人回転寿司は行く。あ、いいな。全然一人焼肉、一人回転寿司する。一人焼肉良さそうだよね、うん、楽しいっていうか、なんか気づかない、少ないくて安いとこ最近増えてるじゃ ん、 うーん、あれいいなって思う。楽しいよ、うん、一人何したか、一人で何かしたかな。基本一人だから逆に思い出せない。ああ、それがベースみたいな感じ、うん、なんか相席屋じゃないけど、うん、なんかこう隣の人に話しかけていいみたいな、うん、とこだったら多分いける。うーん、ね、今日何があったんですか？バーとかだったらいけるんだ。あー、確かに確かに、話しかけていいやつだから、うん、そっか、まあ、そんな行かないけど、すごい、うん、うん、確かに一人で行って一人じゃなくするっていうこと、うんうんうん、なるほど、新しいやつ、地元の飲み屋ってやつでね、いわゆるね。あ、2回、確かに、ああ確かに、なんか行き慣れたところだったら確かに一人でも行けます。店主さん知ってるから。うん、確かに。見知らぬ土地でさ、うん、料理
選ぶって時チャレンジする人ですかしない人ですか。私はする、うん、見知らぬだったりする。できたいんだよ。どういうことですか、チャレンジしないって。逆チャレンジしないっていうか、なんかどれでもいいな。そう、見知らぬ土地行って全然知らない店に入る、それもしない。いや、するする時もあるんだけど、うん、いやあれだよ、あのよく例えに出せる、あの、うん、ハワイのに行って吉野家食っちゃうやつみたいな。あー、なるほど、なるほど。そうなるほどね、安定のうどん食べちゃう。そう、秋田とか行ってで、魚旅行っちゃうやつ。なんでなの。そこまで冒険しないんだ。いや、なんでだろう、なんか分かんないから。分かんないから、いつものいきなりとチェーンとかの方がいいであろう。行っちゃうっていう、行っちゃう、行っちゃうの。本当は行きたくないけど、本当は行きたいんだけど、なんかえいやって決めれれば早いんだけど、えいやって決められない時が、うーん、いいよ魚旅でってとかになっちゃう。いや、冒険しちゃうな、そこは、うんうん、なんか損しては失敗したなって思っても、それもいい経験。失敗したことないんだけどね。ないんですか。その、うん、行こうって言って、えいやって言って、うん、まずかったとか、かったって感じは全部。まずいってことないもんね、だって、まあ、確かに確かに、まあまあない。売るぐらいの標準はあるじゃん。まあまあ、当たり前だけど、売り物だから、商売にはなるからさ。逆にまずいものって食べたことあります？私あんま思い出せない概念。まずいものを食べたことがあるか、食べたことがあるか。まずみたいな、 あ、ありますか。まずみたいなやつでしょ。まあ、ないことはないな、うん、あるかな。ある、うん、あるけど、まあ、まあ、でもな、思い出せはしない。あったんだろうなと思う、うん、うん、あ、その場では思うけど、うん、そっかそっか、うん、うん、一人で楽しむ方法ですよ。そうですね、とりあえず仮のソリューションを出して、うん、そうですね、私はもう YouTuber を見る、うん、楽しい系の、もう笑える系の YouTuber を見る、うん、まず考え事する、うん、まず自分の家だったら、うん、まあ、結局作りながら食べれる系のものを作る。まあ、そうか、静かな空間を作らない。そう、お好み焼きとかシッてならないの。なるほどね。画期的だな、その。面白い、新しい、音があるうちに食べきるみたいな。その逆転の発想みたいな。お好み焼きとか。お好み焼き、うん、ちょっとあるよね、シュッて。ちょっと、あ、そうか、まだジュージューしてるみたいな。うん、面白いね。なるほど。うん、そうなんだよね。料理を作る喜びと食べる喜びって別だからさ。うん、作りたいから作るのであって、うん、食べたいから作るに繋がってないんだ、俺の中で。あ、そうなんですね。食べると作るが。じゃあもう作っても満足みたいな。うん、どうしようみたいな、うん、どんどん一人暮らししたくなくなってきた。夢を壊していく。いやいやいや、でも楽しいよ。本当ですか。楽しいことも、うん、あと朝起きておはよう、うん、みたいな。おはよう言わないけど、ね、あ、もう言わなくなる。言わない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 、そうだね、起きて4時間何も喋らないとかあるよね。うん、そうそう、人に会って初めて今日は初めてだよって声を出す、発声するっていうのあったの。そっか、あったというか、ある、ある、ある、うん、常にそう、そう、日曜に土日、あれ、まあ、一言も喋ってなかったこの2日みたいな。そっか、あ、もうしばらく実家にいようっていう、その張り付きで思い出す。あの、喋ってない時は喋ってないで別に満足してるっていうか、日々に不満がないから、うん、ある時ふっと気づくみたいな。そう、喋るっていう時にその、あ、走らないって時の、あ、言ってねえ俺って。喋ってなかった。そう、なるほど、あるある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 ですね。喋ってないと多分人間マジで喋れなくなるからね、気をつけないと、うん、うん、はい、
美味しく食べる方法。美味しく食べる方法、音があるうちに食べきる、うん、で外だったら見知ったところに行く、うんうんうん、でチャレンジする、うんうん、してみる、うん、してみる、はい、チャレンジ、うん、そうですね、ちょっと試してみます、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、そんなところです、放送トークもおしまいですかね、はい、今日は1個なんです、いいところ1個だって10件あってこれが 50% 占めてる、ね、うん、ああそっか、なるほどね、うん、お便りとかも特に届いてませんかね、ね、届いてません、はいはい、はい、では遅くなりましたけどそろそろおしまいにしましょうか、うん、どうでした、どうでした、どうでした、この楽しかったですか、楽しかったです、ライダーとしてどうでした、あ、楽しかったですか、楽しまうすぎやん的な役割ができたかちょっと別として喋、はい、りたいこと喋れたんで、喋りたいこと喋りました、うん、自由でしたね、はい、どうでした葵さんは、僕ですか、僕一人旅でしたけど、うん、なかなか安心して喋りましたよ、うん、あと僕そうなんですよ、こういう閉じこもったところが好きでこの配置そうそう、いやもうこう二方向に物があるじゃないですか、うん、安全みたいな、あ安全、一覧向いてるんじゃないですか、そうそうそう、味集中、違うんだよ、違う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 んだよ、地雷を踏んでしまう、違った、一覧は違う、なるほど、そう、変なところにこだわりってありますよね、食、うん、ありそうですよ、すごく、あそう、いやでも人にもあるよ、うん、まあ、だって果物嫌いなんでしょ、うん、そうそう、果物が主張してくれる、うん、これ話しない話だけど、甘いご飯が嫌いなんでしょ、甘いご飯嫌いご飯が甘いっていうの、おかずが甘いっていうの、みたらし団子嫌い、みたらし団子嫌い、そのくせ、そのくせ夕ご飯食べながらコーラ飲むんだけどそれはいい、なのにそう、はい、まあその話ですね、はい、いくらでも話で、ね、はい、今日今週も食の話でした、はいはい、はい、小林さんでした、ありがとうございました、はい、また来週、はい、お願いします、よろしくお願いします。